建設が進む広島駅の新しい駅ビルに開業するホテルの名称が発表されました。新ホテルの名称が決まりましたのでお知らせをさせていただきます。ホテルグランビア広島サウスゲートでございます。多様化するニーズを受け止めていきたいというふうに思っております。客室フロアは9階から20階まで。最大の特徴は380ある客室すべてが2人以上で泊まれるということです。一部の部屋は40平方メートル以上となっており、増加するレジャー客や訪日外国人客の需要を取り込みたい考えです。宿泊料金は未定ですが、一人客用の料金も設定する予定です。ホテルグランビア広島サウスゲートは2025年春の開業を予定しています。